ハーゲンダッツカフェ青山ハーゲンダッツジャパン株式会社は日本においてハーゲンダッツブランドのアイスクリームなどの製品を製造、輸入、販売する企業ゼネラルミルズのオランダ法人ハーゲンダッツネザーランドサントリーホールディングス及び高梨乳業の3社による合弁会社であるハーゲンダッツのブランドと事業を1983年に引き継いだピルズベリー社は その前後からハーゲンダッツの海外展開を進めた。1982年にはカナダ、1983年には香港及びシンガポール、1990年にはイギリス、フランス、ドイツに進出している。このような中で、1971年に発売したレディーボーデンなどの高級アイスクリームが成功していた日本にも進出が検討されたが、当時の日本は アイスクリームの輸入を制限していた。このため、原料の入手など、製造面の能力が評価された、高梨乳業及び、販売能力などが評価されたサントリーと共同で、1984年8月に、ハーゲンダッツジャパンが設立された。1984年10月より、首都圏のデパートと高級スーパーマーケットで販売を開始、同年には、国内一号店となる。 ハーゲンダッツショップ青山店をオープン。翌1985年には横浜や東京、原宿、大阪や神戸、京都にも直営店を展開。若者の行列など盛況ぶりがマスコミで取り上げられた。1990年にアイスクリームの輸入が自由化されると、パイントやガロンなどの大型品やバーの輸入を開始。また、国内市場の需要に合わせ、 日本ではミニカップの生産を強化、コンビニエンスストアでの販売を開始した。1991年にはハーゲンダッツとしては世界初のテレビコマーシャルを開始、幸福感などのイメージを訴求し、雑誌などの広告では品質管理や原材料へのこだわりなどをアピールする戦略を取った。一方、百九十七年には希望小売価格を販売店に強制するなどの行為で、 厚生取引委員会より独占禁止法第19条違反の勧告を受けた。2013年4月25日、千葉県浦安市のショッパーズプラザ内にあった、新浦安店が閉店。日本から常設型の店舗はなくなった。アウトレットモール等、期間限定店舗では、小売店での販売終了品の在庫を販売する。二千十六年七月十一日から八月十九日、東京。 大観山のサイン大寒山内に、夏季限定ショップ、コガン、ドスサマーテーラスをオープン、グラニテとハーゲンダッツの組み合わせなど、オリジナルサマースイーツを提供した、ありがとうございます。